フジテレビの宮司愛美アナウンサー、30、が15日までに自身のインスタグラムを更新。5月に最愛の母が亡くなっていたことを明かした。18年から同局のスポーツニュースエスパークでメインキャスターを務め、今夏の東京五輪、パラリンピックでは中継キャスターとして大活躍だった宮司アナ。14日の投稿で5月に亡くなった母について書きましたと、5月に母が亡くなっていたことを報告。癌との闘病、看取った瞬間のこと、この1年を振り返って書いてみると、すっきりした、というとおかしいですね。でもなんだかものすごくほっとしましたと FNN プライムオンラインに寄稿したことを明かし、桜をバックに笑顔を浮かべる母とのショットを公開した。公開されるまでとても緊張していたのですが、読んでくださった方々からたくさんのメッセージをいただいて、多くの方が苦しい、悲しい日々を過ごしているのだと感じています。毎日一生懸命に生きている皆さんは本当に本当に偉いです。私なんかが偉そうにすみません、と宮司アナ。ちょっと長くて、ズーンと重い気持ちになってしまうかもしれませんが、よければ読んでくださいと読みかけ、お母さん誕生日おめにどうと記し、14日に58歳の誕生日を迎えるはずだったという母の誕生日を祝った。ストーリーでも15日にたくさんのメッセージをいただき本当にありがとうございました。一つ一つを返事したいのですが追いつかずすみません。母の誕生日だったのに私がたくさんのプレゼントをもらってしまったようです。温かな言葉の数々に昨日は1日泣かなき通して今日は目がパンパンです。ショーと綴った。この投稿に、同局の宮沢千穂アナ、31、は読んで涙が出てきました。文章にしてくれてありがとう。お母さんにきっと届いていると思います。木村拓哉アナ、31、は宮司と、お母さんよ強さと、優しさと感じることができました。素敵な文章を、ありがとうと反応。フォロワーからもオリンピック中継やエスパークでずっと元気な宮司アナを見ていた側にとって、まさかそんな辛いことがあっただなんて。全く知り得ませんでした。本当に素敵な女性ですね。いろいろなことを見せない強さ、発することができる強さ。素敵です。仕事上では、全くそのようなことが起きていた素振りを感じさせず、お母様譲りの強さ、たくましさにただ感服いたします。極限の状況の中、仕事も家族のことも両立されていたこと、心から尊敬します。辛いけど、少しずつ元気出してね泣いたよ。お二人すごく素敵な笑顔ですね、などのコメントが寄せられている。